超解説ギャライマイ、どうもポッサムチャンネルのしんすけです。 FIBA バスケットボール女子ワールドカップ予選大阪日本対カナダの超解説その12です。1から11も興味のある人はぜひ見てください。動画内では一つ一つのプレーを超解説していき、いいプレーやミス、個人的に思う選手の魅力などをざっくりご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。これからどんどん盛り上がっていきますので解説にも熱が入ります。それでは第12弾スタートです。宮崎選手がパスして、渡嘉敷選手がハイポストの位置から1対1です。林選手が渡嘉敷選手のためにスクリーンをかけているのですが、これはしっかりかかっていたらムービングスクリーンを取られてもおかしくないです。動いています。最後はカナダの選手が渡嘉敷選手をブロックしようとして体を押してしまったのでファールです。カナダの攻撃、カナダがおなじみのセットプレーをします。もう皆さん覚えたんじゃないでしょうか。このセットプレーは何回もしてますね。しかし渡嘉敷選手がここでフロンティングして、さらにいいディフェンスを連続で2回します。素晴らしいです。まずハイポストにパスしてガードが中央をカットします。ストロングサイドのローポストにいる選手がトレイルでセンターからボールをもらいます。そしてボールのないサイド、ウィークサイドでローポストにいる選手がハイポストのセンターのスクリーンを使ってトップの方に上がっていってボールをもらいます。ここでセンターが2枚スクリーンをかけます。ここでさっきはステファニー選手がローポストで面を取られてポストアップオフェンスでやられていますが、ここで渡嘉敷選手が素晴らしいディフェンスをします。サードクォーターして半歩前に出て、後ろ足の右足をオフェンスの前にすり込ませます。完璧なフロンティングです。これに反応して三好選手もしっかり上パスを狙う位置に移動します。行き詰まったカナダがドライブして宮崎選手を吹っ飛ばします。すごいパワーです。渡嘉敷選手がヘルプに行ったのでセンターがガラ空きになったのですが、カナダはファールをもらおうとします。若干渡嘉敷選手の腕が下がっていたので危なかったですが、ノーコールです。よく守りました。日本の攻撃、宮崎選手が渡嘉敷選手とトレイルして、宮崎選手がスピード使って突っ込んでファールをもらってバスケットボールカウント。ただただ速いです。日本はスピードが落ちません。これもスクリーンがかかっていません。かけ方があまりにお粗末です。宮崎選手はもっともっと接触しながら渡嘉敷選手に近づいていかないと、ディフェンスをスクリーンがかかる位置に誘導できませんし、渡嘉敷選手もケツでスクリーンをしてボールを渡せばスクリーンがもう少し機能するかもしれません。しかし早いです。日本は頻繁に交代して体力勝負です。カナダの攻撃、カナダがまたゆっくり攻めています。そして単純なピックアンドロールでドライブしたところを林選手が素晴らしいスティールをします。速攻で攻めますが、最後に渡嘉敷選手がレイアップを外します。これは多分セットがネタ切れでフリーの攻撃だと思います。カナダがピックアンドロールをしたところをステファニー選手が素晴らしいディフェンスをします。一瞬ボールマンの勢いを止めてから自分のマークに素早く戻ります。これをショーディフェンスと言います。その間に宮崎選手がスクリーンを避けて戻ってきてボールマンにしっかりプレッシャーをかけます。そして林選手が一瞬の隙をついてスチールします。ここで注目してほしいのが三好選手と渡嘉敷選手の走り出しです。渡嘉敷選手がボールが見えなかったのか、ただ単に予測が遅いのか、走り出しに遅れます。ここで三好選手が状況確認をしていなくて3面ではなく2面のポジションを取ってしまいます。もっと外に広がっておくべきでした。そして渡嘉敷選手がもっと余裕を持って左手のレイアップでフィニッシュできたはずです。左手のレイアップで。カナダの攻撃、カナダがセットに入るのに時間がかかります。多分また同じセットをしようとしていると思います。しかし渡嘉敷選手がクローズアウトしてファールをもらいます。セットを潰すのに有効なディフェンスの手段は相手の思ったことをさせないのが大事です。ここでセンターにプレッシャーをかけられるとカナダは予定通りにいかないです。肘を振り回してオフェンスチャージングです。日本の攻撃、日本はスピードを緩めません。みんな必死に動いてパスを回していきます。そして最後はステファニー選手がドライブして体をうまくぶつけてシュートです。まず最初に渡嘉敷選手のスクリーンがここでかかります。そして林選手が渡嘉敷選手のディフェンダーにスクリーンをセットしているように見えます。し
かし林選手のスクリーンは全くかかっていないです。ここで渡嘉敷選手がゴールに向かってカットすべきなのですが動いていません。カナダがスイッチして林選手のディフェンダーが宮崎選手につきます。さらに渡嘉敷選手のディフェンダーも宮崎選手に行っています。ここで渡嘉敷選手がちゃんとリングに向かってカットしていれば宮崎選手がバウンズパス出して終わってました。ここからステファニー選手のワンオンワンです。しっかり体をぶつけていってシュートを決めます。うまいです。あわよくばバスケットボールカウントも取ろうというプレーですね。カナダの攻撃、ここで宮崎選手がファールします。第3クォーター残り 56.6 秒でチームファールも積もっている状況でやるべきプレーではないです。相手にフリースローを与えます。日本の攻撃、カナダが林選手の体を手で押さえてファール取られます。これは完全に手で押さえていますね。走れないように林選手の体を押さえています。カナダもこれで5個目のファールで林選手がフリースロー2本与えられます。これも絶対やっちゃダメなプレーですよね。カナダ側は、カナダの攻撃、日本が前から必死にプレッシャーを与えます。しかしカナダはパスを回していってドライブしていってシュート外れますがリバウンド押し込まれます。日本は本当体力が落ちないですよね。しかしボールを奪うまでにはいかなかったです。ここでドライブされて林選手がチャージングを取るポジションにいるんですけども、セミサークルエリア、ノーチャージングエリアに立っているかもしれないです。これ足が線を踏んでいるとノーチャージになるんですよね。ここではステファニー選手がリバウンドの時にカナダの選手からボールをうまいこと弾いたんですけども、運が悪かったですね。カナダの選手にスポット入ってしまって入れられます。日本の攻撃、宮崎選手がダブルスクリーンを使ってステファニー選手がホップしてこのスリーポイント気持ちで入れました。スクリーンの位置が高すぎるのと仕掛けるタイミングが早すぎると思いますが、ホーバス時代から使っているダブルスクリーンです。ステファニー選手がホップしてアウトサイドに出てそこから気持ちのこもったこのスリーよく入れました。このバンクショットボードに当たって入ったのは狙ったのではなくたまたまだと思います。カナダの攻撃、カナダに全然キレがありません。もうジョギングしているかのようです。そして最後はジャンプショットを打ちますが外れます。それをステファニー選手がリバウンドに行ってファールをもらいます。カナダはすごいスピードが落ちました。バテバテです。最後は飛び込みリバウンドを狙ったのですがステファニー選手を後ろから押しファールです。これでまた日本がフリースロー獲得です。ステファニー選手がフリースローをしっかり2本決め、ついに日本8点差まで寄ってきます。すごいです。第3クォーター残り6秒、カナダの攻撃、このしんどい時間に日本は必死にディフェンスします。素晴らしいです。そしてカナダは時間内にシュートが打てずタイムアップ。素晴らしいクォーターでした。ついに日本が8点差まで寄ってきました。ここからどんどんカナダを追い詰めていきます。さあ残りは最終クォーターです。このクォーターはステファニー選手がいい活躍しました。ステファニー選手は集中力が上がった時に入れてほしいシュートを連続で入れるのがすごいです。カナダはもうバテバテです。さあ最終クォーター、この長いシリーズも最後が見えてきました。女子日本代表バスケが大好きな方は高評価よろしくお願いします。ワールドカップ本戦を絶対見る方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、気になる方はチャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いいたします。その他私たちポッサムチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、よかったら概要欄からフォローお願いします。次回はいよいよ第4クォーター突入です。一体どんなドラマが待っているのか、皆さんポッサムチャンネルでステイチューンでよろしくお願いします。それじゃあみんなまたねー。